サイダンザ・ミュウ星 B、または HD16691B はサイダンザ・ミュウ星の周囲を公転する太陽系外惑星である。国際天文学連合が定めている公式名は基本手である。少なくとも木星質量の1.5倍であり、公転周期は643.25日である。2002年12月12日に発見が公表され、当初は 高い軌道離心率を持つと考えられていた。最近のモデルでは、サイダンザ・ミュウ星には4つの惑星が存在し、サイダンザ・ミュウ星 B の軌道離心率の小さい惑星となっている。惑星自体は、表面が岩石ではなくガスの木星型惑星と考えられ、軌道半径は1 4 9七天文単位と、液体の水を持ちうる、ハビタブルゾーンの範囲に入っている。つまり、 もしこの惑星が衛星を持つとするとそこでは生命を維持できる可能性がある。しかし、生物の自然発生にとっては、主星からの紫外線が強すぎる可能性もある。さらに、地球程度の大きさの衛星が木星型惑星の周囲に形成されるのかも、はっきりとは分かっていない。2014年7月、国際天文学連合は、存在が確定している。 太陽系外惑星とその構成に正式名称を与えることを企画した。その過程には一般の人々からのノミネートや投票などもあった。最終的に2015年12月に IAU はこの惑星の名称がキホーテに決定されたことを発表した。この名称はスペインのパンプロンナ天文台によって投稿された名前である。キホーテの由来は 小説ドン・キホーテに登場するドン・キホーテでラ・マンチャに由来する。また、キホーテは普通英語ではキホーテで綴られることが多いが、言語の通り、クイジットとなっている。ありがとうございます。